はい、これは US6X です。河合のこのグランドピアノ型のね、譜面台を持つピアノっていうのはいろんなシリーズがありますけども、実はこの私が河合楽器に勤めてた頃に出た機種ですけどね、この US6X というね、このシリーズから急に音色が変わりました。それまではまあ華やかな音が結構ね、ヤマハも含めて流行ってたんですけども、この頃から急に音がまろやかに大人しくなったというかな。私はもう大好きなんですけどね、この時代のピアノっていうのはね、鍵盤が人工造弦になってますね。汗を吸ってくれる構造になってますね。だから普通のピアノにちょっと黄色っぽく見えますけどね、これがまたこのね、情緒があっていいと私は思いますけどね。そしてこれが型番です。製造番号はこちらです。1934910ですね。はい、音の方はね、ほんとすごいですよ。ちょっとね、聞いてみてください。パソコンの、ね、スピーカーからじゃわからない、ね、響きがあるんですよ。こうなんていうかな、低音 の, その弦の響きっていうのはこう空気の振動がこうガーンとくるわけですね。それがですね、体に直接音圧となってくるようなね、そういう響き方なんですね。この大型のピアノ、特に河合の US シリーズからこの、6X とかね、この辺にかけてですね、その音の音圧っていうのが実はすごいんですよね。弾いてて気持ちいいと思います。そこそこのレベルの方が弾かれても、あ、気持ちいいなと思われる響き方しますね。グランドピアノの鳴り方とは、違うたら違うんですけど、それに近い音をアップライトで求められるんであれば、この US の US6X なんてね、本当最高だと私は思いますね。実際弾きに来てくださいね。生で弾いてみるとまた違った感じがね、得られると思います。よろしくお願いします。